コシヒカリ。コシヒカリは、日本の稲の品種名、および銘柄名。科学的にも、種苗法上でも、コシヒカリとは異なる品種である、コシヒカリ BL も、コシヒカリとの銘柄で販売されている。コシヒカリという品種は一つであるが、コシヒカリという銘柄、消費者が買う段階の商品名にはコシヒカリ、品種と多数の品種を含むコシヒカリ BL という、品種群が含まれる。 現在、新潟県産コシヒカリという銘柄は、9割以上がコシヒカリビーエルという品種群であり、コシヒカリ品種とは異なる。コシヒカリ品種は、東北地方以南の日本各地で栽培される品種である。1956年、昭和31年、水糖農林100号、コシヒカリとして命名登録された。1979年、 昭和54年から作付け面積1位を続け、2005年には作付け比率38%であった。米の粘りが強く食味に優れる品種であるが、栽培上は倒伏しやすい、荷物病などに弱いなどの欠点も併せ持つ。新潟県魚沼地域は、コシヒカリビーエルの一大産地として広く知られており、全国に出荷される。 ウオヌマさんは1989年産から2016年産にかけて日本穀物検定協会による食味ランキングで最上位である特 A の格付けが維持されていた。近年では海外での日本食ブームもあり、アメリカカリフォルニアでもコシヒカリの栽培が行われている。コシヒカリという名前の由来は北陸地方の国々を指すコシの国とヒカリの字から 古市の国に光り輝くことを願って付けられた名前である。名付け親は元旧新潟県農業試験場長の国竹正彦。1944年昭和19年に新潟県農業試験場の高橋博之により農林22号と農林1号との交配が行われたが、この雑誌は戦時下の状況悪化のため翌年の栽培は見送られた。 1946年、昭和21年、戦争終了後、育種事業が再開され、前述の雑種、雑種第1代の栽培が行われた。この年の11月に、高橋は転出したため、この後輩組み合わせの育成は、狩谷桂と池隆氏に引き継がれた。1947年、昭和22年には、雑大、第2代の栽培と選抜が行な、GT 割れた。 選ばれた雑種第3代の趣旨の一部、20粒とも伝えられるは、福井農事改良実験所、現、福井県農業試験場に送られ、福井県で育成が行われることとなった。福井県での担当者は、関木圭一郎と岡田正則である。福井県での1948年、昭和23年から1952年、昭和27年までの育種の結果、 有望なに系統が育成され、越南14号、越南17号の系統名が与えられた。越南14号は後に、農林91号として登録され、放年和製の品種名が付いた。1953年、昭和28年から、越南17号について、20府県での適応性試験が行われた。結果は、茎が弱く倒れやすい、北ビリ持ちに弱い、未熟粒。 青米が多い、収量も多くないなど、否定的な結果が多いものであった。育成地の福井県でも、奨励品種採用が見送られたほどの成績であったが、越南十七号を救ったのは、採用県の新潟県とそれに賛同した千葉県であった。1955年、昭和30年に、越南十七号は、新潟県、千葉県の奨励品種となる。新潟県が、 奨励品種としたのは、当時の主要品種である農林21号よりも、肺持ち体制が優れ、収量が安定しており、米質も農林21号同様非常に優れていたためである。また、農家が肥料を与えすぎる傾向があり、そのため草丈が伸びて、稲が倒れてしまいやすいことから、あえて多種栽培に向かない、作りにくい品種を選びそれを解決しようとしたためとも、言われている。 一方で、有機農法を推進する立場からは、多種栽培に向かない、イコール有機肥料に向かない、病虫害に弱いイコール農薬の大量散布が必要という観点から批判的な意見もある。新潟、千葉の2県での奨励品種決定を受けて、福井県では、越南17号の命名登録を行うことになった。福井県側から新潟県側に、 命名の依頼が行われた。新潟県は、両県がかつて含まれていた、腰コ国コ、腰の国にちなみ、腰の国に光り輝くべえという願いを込めて、腰光と命名した。腰光は、1956年、昭和31年に、農林登録され、農林品種としては、農林100号の番号が付いた。後に、育成者の代表として赤木は、 日本育種学会賞や農林大臣賞を受賞している。ちなみに笹西式も農林二十二号と農林一号との後輩から生まれた米である。農林二十二号と農林一号との後輩から直接生まれたのはコシヒカリと初二式があるが、笹西式は初二式の対等複製を少しだけ改善したものである。コシヒカリと笹西式は兄弟親戚品種である。 日本穀物検定協会による平成20年度の米の食味ランキングにおいて最高の特栄を得たコシヒカリの産地は山形県の内陸、海津以外の新潟県の全域、福島県の藍津、群馬県の北下、長野県の東進、山梨県の海北だった。このうち新潟県の魚沼産が一番高値で取引されている。すなわち食味の良い産地は 新潟県周辺の内陸部に集中しているが、これらの地域では夏季にフェーン現象などで昼間に高温になりながらも夜間は熱帯夜になりづらいという気候の特徴が共通している。また近年では誕生した福井県産も最高ランクを立て続けに獲得している。これらの特 A 産地以外では、栃木県が1957年にコシヒカリの大冷性に注目し、 県北部での普及品種として採用した。また、鹿児島県1960年や宮崎県1961年では早期栽培用の品種として採用するなど、南東北から南九州までコシヒカリの栽培地は広がっている。高温下でも外観品質が低下しないこと、ただし熱帯夜により、夜間の気温が摂氏30度を超えたままの日続くと出水後のミリが、 悪くなる、および保発が、タウや東北による浸水で保のまま発芽してしまうこと、絵の抵抗性が非常に強いことが、コシヒカリが広く普及した理由である。福井県での採用は、遅めの1972年である。なお、コシヒカリと掛け合わせることで、新たな品種の育成が各地で多数試みられている。代表的な品種として、秋田小町、日の光、一目惚れ、 森の熊さんはるみがある。一例として、福井県でのコシヒカリの栽培時期を示す。中等塾期間の開始日は、出水期プラス10日目の日としている。コシヒカリ BL とは、胃持ち病に抵抗性を持つように改良された、新たな品種群である。BL とは、胃持ち病抵抗性系統の意味である、ブラストレジスタンスラインズ、ブラストレジスタンスラインズの、 新潟県で育成、栽培されるコシヒカリ新潟 BL1 号から12号の12品種が講師である。2005年から新潟県で作付けされるコシヒカリのほとんどがコシヒカリ BL である。なお、富山県でも独自のコシヒカリ BL を育成している。いずれも農林22号、農林1号の交配組み合わせ。一覧についてはコシヒカリを親にした。 品種一覧を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。